今日は平成30年11月7日水曜日です。このブラックのラビエ、これはタッチパネルで、解像度が1366ピクセルなので非常に文字も見やすく鮮明で綺麗で、光沢のある非常に品のあるブラックの、ブラック、まあ、鏡面仕上げっていうのかなのノートパソコンです。この i7 の Windows 8を今からこの SS3 の約 1TB に換装します。そしてメモリーがこれサムスンの 8GB メモリーが1枚入ってますので、さらにもう1枚増やして 16GB のメモリーで高速で動くようにカスタムします。非常にサクサク早く動くのですが、さらに上を目指すということで、やはり仕事用はこうね、やっぱりそれだけのスピードを求められますので、長く使えるようにしてみたいと思います。今日はここまでです。